写真拡大。全3枚。阪神の銀座キャンプで、新助っ人の外国人3選手が躍動感を示している。米大リーグ通算30本塁打の実績を持つマルテは、自身初実戦の11日の紅白戦に5番1塁で先発。初打席でいきなり本塁打を放つなど、2安打3打点の鮮烈デビューを果たした。15日のフリー打撃では58スイングで柵越えが20本と快音を連発した。日本人投手の球筋を確かめるように打撃練習をこなすマルテは、日本の野球は大リーグとは違う部分がある、時間をとって学びながらやっていきたいと力を込める。昨季はロサリオが変化球に苦しんで低迷を招いただけに、柔軟な対応を見せる新主砲候補は再開からの巻き返しに必要不可欠な存在だ。昨季中日で13勝を挙げ、先発ローテーションの一角を担うことが期待されるガルシアは連日ブルペンでの熱投で順調ぶりをアピール。速球やチェンジアップを巧みに投げ分ける左腕には計算の立つ先発として首脳陣の期待も大きい。昨季以上の成績を残す、それが自分の仕事と鼻息が荒い。大リーグのジャイアンツで昨季救援投手として活躍したジョンソン、風邪のため2日間練習を欠席したが、再合流後は通常通りのメニューを消化し、良い状態でやってますと笑顔を見せる。矢野監督は、いい意味で力感なく、球のキレで抑えるタイプ、勝ちパターンで投げてもらうと話しており、藤川、ドリスと共に抑え候補に上がっている。向上心にあふれる頼もしい助っ人がチーム内競争を盛り上げてくれそうだ。吉原智也。